戦争と平和は、帝政ロシア末期の小説カレフ・トルストイが表した長編小説。トルストイが36歳の時に執筆を始め、1865年から1869年にかけて雑誌、ロシア放置で発表した。サマセットモームは、世界の10大小説で、あらゆる小説の中で最も偉大な作品と評している。 19世紀前半のナポレオン戦争の時代を舞台に、アウステルリッツの戦いや、ボロディノの戦いを経て、モスクワを制圧するもフランス軍が退却に追い込まれた、ロシア遠征などの歴史的背景を聖地に描写しながら、1805年から1813年にかけてある、ロシア貴族の3つの一族の攻防を中心に描き、 ピエール・ベズーホフとナターシャの恋と新しい時代への目覚めを転病しながら綴った群像小説である。登場人物の一人、ピエール・ベズーホフは著者の分身とみられ、没落していくロシア貴族から大地の上で強く生き続けるロシアの農民の生き様への系統へと続くピエールの魂の変歴は著者の心の動きの繁栄とも言われる。本作の執筆当時、ロシアでは それまで一般的だったコロシア語に代わり、新たに整備された現代的なロシア語文法が浸透していたが、トルストイを含む上流階級は教養として慣れ親しんだフランス語を日常的に使用していた。作中でも貴族たちの会話にフランス語を交えたり、名前をピエールとフランス風に呼ぶという当時のロシア貴族に対するフランス文化の影響も描写している。 登場人物は559人に上ると言われる。年齢は1805年時点。1805年、ナポレオン戦争を縦糸として展開していく。1806年から1811年まで。戦場の描写は少なく、私的な場面は多い。1812年、ナポレオン軍のロシア侵攻。1812年、ナポレオン軍のモスクワ放棄、撤退、改装。 2014年2月7日ソチオリンピックの開会式での戦争と平和の舞踏会場面のアトラクション。マリーンスキー劇場、ボリショイ劇場のバレエダンサーが動員された。ありがとうございます。